とフェイクを入れてキーパーも見た。ファビンスキー止めた。後ろから決めた。これで1点返しました。カミンスキー右に蹴ったのを今度読みましたが、セカンドボールは中川だったでしょうか。いい反応でした。1対3。反応も早かったですし、あのスピードで走ってですね、しっかり叩けたっていうのは、はい、流石にも難しいですからね。クリア小さい。ボレー空振り。さあカウンターのチャンス。マルコスジュニオール、ドリブルでかなり速いスピード上げてきた。これは決定だ。最後のフィニッシュ、切り返し、中川、2点目。 F マリノス突き放しにかかります。これは見事なカウンターでしたね。いや、素晴らしいカウンターですね。中川にはいろんな選択肢をある時間がこう与えられましたよね。それによってですね、余裕持ってやっぱ相手かわしてコースを狙って流し込みましたよね。はい、見事なカウンターですね。クロスボールは一山越えてチャンス、中川仕掛けて入れる。いいタイミング、右足、技ありシュート、0対2。来た、打ちた。さあ松原、折り返し、レオセアラ、後ろから中川だ。うわ、先制成功、F マリノス。松原から逆サイド、中川が待ち構えていました。よく抑えましたね、シュートね。中川、インスイングのクロス、レオセアラ、パーフェクトクロス、パーフェクトヘッド、ビューティフルゴールが生まれました。 F マリノス0対2。いやー、レオセアラ決めてくれましたね。